はい、ここから妙義山に向かっていきます。あ、これあそこ出たとこだな。本当はね、道の駅からスタートするのがいいんですけど、ちょっと逆から今回はやってみます。はい、前回が道の駅からやってますので、今日は逆から、はい、やってみたいと思います。県道51号から来た方向ですね。で、県道196号線に、はい、通っております。逆からやるのもいいでしょう。一回ここ通ったもんな。逆から道の駅からこう来て妙義山通ってここ通ってきたもんな。まあいいでしょう。道なり。すぐ熱くなっちゃうからな、止まっちゃうんだよ。まあ全部撮っても途中で編集しちゃうからね。結構編集編集編集で。中野旅サンキュー。近いかもな。近いかもな。妙義山まっすぐ。この先カーブが連続します。はい、こっからかな。はい、こっから妙義山の道路に入ります。行ければいいでしょう。妙
さん着きました。よっしゃ、はい、県立妙義公園駐車場です。今日はいないね、車あんまり。はい、妙義山に今着きました。見てください、はい、中野岳神社、はい、でこちらが桜の里の入り口です。うん、久々ですね、うん、来たのね。これ下降りていくのか、これはちょっと下降りれねえな。今日はねやっと来れたんで、妙義山ね、はい、やっと天気も良くて良かったです。はい、俺のそこに止めてるけど、妙義山ね、あの大黒山もあるよね。やっと来れた。でこんなわけでね、いろんなね、峠をこれから再収録していきますけど、はいね、中野岳の土産店さんですね、前で撮ってます。はい、こっちも見てくださいよ、景色すごい綺麗だよ。ちょっとね今ね映るけどね、よいしょ、はい、綺麗ですよ、ほらね、すごいね、天気いいからね。ちょっとこっちがね太陽があるんで、はい、妙義山、はい、ほら綺麗ですよ。てなわけでね、じゃあちょっと車に移動しましょう。よいしょ、ちょっと休憩してきたかったんだけどね、もう日がないもんで、はい、時間がないもんだから、ちょっと待ってね。はい、妙義山の駐車場から、また妙義山、道の駅妙義まで向かいます。はい、中野岳神社ですね。中野岳神社、およそ9キロ先、はい、左方向です。いやー、久々の妙義山、ちょっとゆっくり走ろう。よし、道がね、ここガタガタなんでね、ガタガタだからどうしようもないですよ。この先カーブが連続します。ちょっとね揺れてますけどね、すいません。久々に妙義山走れたわ。紅葉の時期に来たかったけどね、紅葉の時期だと結構いいんですけどね。
コーナー切ろうと思ったんだよ、バーク。ああいうバイクいるから危ないんだよね。一瞬自分も焦ってたでしょ、あのバイク。バカだよ。ああいうバイクのライダーがいるからね、危ないんだよ。事故が多いの。俺なんか普通に安全運転してこうやって走ってんのに、40キロだぜ、今。なんとこでお前風切っちゃってる、バカじゃん。気持ちはわかるけどよ、危ねえからよ、事故ったら怪我しちゃうね。中澤さんのあれがいた。なんだ、妙義ナイトキッズか。丸三人がいた。綺麗な日に妙義山撮れたからよかったよ。妙義スカイパーク。
道の駅はすぐ近くね。よし、下手なんだよ。妙義山終わりです。よし、妙義山終わり。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。